今日はですね、西日本釣り博の方にやっていきたいと思います。はい、でね、あのやっぱりね、こんなにあの九州、あの、お世話になっております。変わんないっすよね。すごい、出し惜しみすにしてんじゃねえよ。すごかったですね、これちょうどメスに行くからと思った。激しく引きました、引きました。素晴らしい横断ドンパンチ、ドンパンチ、ドンパンチ。どうも皆さん、ついちゃいましたよ。どこどこ、みんなご存知ですか。見て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 、来たんですね。ということで今日はですね、西日本釣り博の方にやっていきたいと思います。西日本、多いのよ人が。多いよ。行きましょう、さっさ行きましょう、行きましょう、レッツゴー。デュエルを探しましょうか。まずデュエルまず行きます。さすがに、さすがにデュエルの方を探してみましょう。昔から来てるよ。かっこいい。はい、でね、あのやっぱりね、こんなにあの九州の話をちょっとしたいと思うんですけれども、はい、僕たちのところありました。初めての、はい、行ってきます。受付、受付、受付、行くらしいですよ。お友達いっぱいです。お友達が今ね、新館の方にね、はい、移動しております。さっきのところは本館です。本館ですね。で、今から新館の方ですね。新館ですね。じゃ行きましょうかね。はい、こっちが奥だ。こっちの方が多いね。あの、お世話になっております。お世話になってます。来ました。来ました。いやー、YouTube の方です。いや、YouTube の方です。いや、もう見られてます。皆さん、この顔面ね、いやいや、見てください。すごいじゃない。変わんないっすよね。一緒だ、一緒だ、似てますよね。手丈も似てるから。よせ、あ、よせちゃん、どっち？どっちが先？いや、じゃあどうぞ。あ、じゃあどうぞ。こんなところでお会いできるとはとんでもないです。いや、チャンネル登録1万人。そう、今回撮ったのはそれなんですよ。あ、本当ですか？あ、ありがとうございます。チャンネル登録1万人。おかげさまで。本当はちょっとプレゼント用意してたんですけど、忘れちゃった。忘れちゃった。ポンコツすぎです。マジでじゃあ準備してそうな感じニュアンスでした。じゃあ、息で待ってますんで。あ、そうですね。行きましょう。お酒に来ていただければ了解です。本人喜ぶと思うんで。そうです。九州盛り上げていくんで。僕たちの、はい、行きます。どうもどうも、お手を明かせしました。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。またまた。注目の兄さんバーキッシュですね、はい、ちょっと行ってみましょう。買ったんでしょ。え、もう予約したんで。予約したんですよ。あ、でも軽い、すごい軽い。滑らか、柔らかいよね、柔らかい。もうなんかだって触ってるか、ほら見てみて、触ってるか、触ってるか、触ってないのに、ほらいい、いい、うん、柔らかいから。もう予約したらしいんだよ。予約したから。大腕だけ、大だけがね、大事ですから。そうそうそうね、わぁ、おしゃおしゃですね。あ、リックね。なんか出てきた。こういう以降にしたいんやけど。あれよ、それって、あ、エギで、それができればって言われて、なるべく朝の昨日ラーテルの M1 すごいでしょ。わかる、すごいでしょ。恋が抱き、システムからでしょ、これ。そうですね。この、え、どうですか、この前ですか。あれ綺麗ですね。すごい。アスリーで行きました。え、こんなのあった。あ、ニュートラン、やば。これでもあるよ、今で。あった、あった、あった。あるある。こういうキーホルダー作りたい。ね、かわいい。キーホルダー作りたい。マジング。マジングの方です。そう。今度はそのままに、
不都合なところを余分にカットしてるということですね。そう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 、なるほどなるほど。高強度、高感度、すごいね、距離すごいな。使ってみたい、使ってみたい、今までこう釣りが、釣りというものが始まってここまでの進化の流れですよ。そうですね、こんだけ経ってる中、常に進化していってる、うん、もうないだろう、うん、というところのさらに上がいってる、うん、出し惜しみすぎてんじゃねえよ、来てねえよ、これが一番いいからね、はい、スタートマスターそうですよ、エンジン、これも良さそうですね、システム変わらへん、新しいから、ね、ケースもボディでしょ、こっち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 じゃん、あーでもこっちっぽかね、こっちっぽかよね、どっちかな、あーこっちっぽかね、どっちなの、今開発しようなエビ級ですね、エビ級のプロトタイプ、すごい、西日本釣り博ということで、はい、リエルさんのブースの方に遊び込ませていただきました、はい、やっときました、やっときました、大型機です、大型機です、大型機です、僕がね、すごいのよ、ずっとすぐ乗ってくれるから今回ですね、はい、ちょっと池口さんに、はい、エギングの質問をさせていただきたいなと思いまして、いくつかね質問を、はい、用意してきました。了解です。何でしょう。まず一つ。はい、まあ、今春シーズンということで、はい、春イカの特性なんかを、お、まあ、池内さんなりのその春イカの時みたいな。はい、あなるほど。あのね、春イカって基本的に個体が大きいじゃないですか。はい、大きい個体って小さい時と違って瞬間が動きができないんです。ちょっと4キロっていう大きな煽りとすることができたんですけども、それはやっぱり大きな個体を釣ろうとするときには皆さんパパパパパンと激しく5回も6回もしゃぶられると思うんですけど、リールって1回転グリッと回したときだいたい普通のリールって80センチぐらいです。それを8回とかやると葉っぱ6メートル40センチ、ここで8回しか回してないので6メートル40センチのラインをバーンと動かしてしまうんです。大きな個体を指導できないんで、だからスローに4回回るのしか狙い方です。1秒に1回ドン、1秒に1回ドンっていうことの操作をすると、跳ね上げ系のやつにしたらせいぜい移動しても前には1メートルくらいにしか行かない、移動距離を少なくするっていうことを重要視してスローに狙ってもらって釣りを展開するっていう方が大きな春イカを釣ることができるってことをお伝えしたいなと思いました。聞きました、聞きました。素晴らしいお答えです。解説がレベチです。近い近い近いから2人とも。まだあるから池内さん。まだあるから関連づいた質問なんですけど、はい、春イカエギングにおいて一番重要視してる部分。あー、やっぱりちょっと今のところと似てくるかもしれないですけど、スローに展開してほしい。春ってやっぱり皆さんこんなイカを求めに来ないじゃないですか。そうですね、春だったら皆さん2キロ、夢の3キロ、あわゆくば4キロみたいなの釣ってみてーねーみたいな感じじゃないですか、はい、そういうのを釣りたければやっぱり大きな個体が回るっていうかエリアって限られてるんです。外洋とかそういうのって産卵のエリアの近くで、あのブレイクラインって言ってこう駆け下がり駆け上がりの時にそこに沿ってきたり、そういう習性を持ってるんで、なるべくそういった大型のアオリイカが寄ってくるエリアのところでスローにすぐ増える体勢を持たせるエギの動かし方っていうのをこう重要視してもらう方が、なるほど、春でも1杯とか2杯とかで行動してません。5杯、10杯とかのある程度スクールっていうのを持ってるんですよ、はい、でスクールの中で個体差がある、中には3キロ、4キロの個体もおれば1キロ、2キロの大きさもあります。小さい個体は先ほど言ったようにパパパッと動かすエギに対してはパッと俊敏にそちらが組みに行くんですけど、では先に小さいイカが釣れてしまう。でもその中でも大きなイカを釣ろうとするときにはスローにイカを
エジを置いてから釣りっていう釣り方をしてほしいなっていうのが、まあ、今のちょっとかぶってしまいますけど、スローなさそうスローのかけとってぜひ、本当になるほど絶対超かかりますテンションコールじゃなくて、必ず緩めずのゼロテンションの状態で待ってもらう夜はテンション当ててもらっていいですかテカンドしかない昼間はラインの当たりを取っていけるんでそこから当たりが入ってしまう合わせるこの気持ちよくうわー今聞いただけでノーノー環境今乗ってましたね、間違いないまだちょっといいですか、質問、はい、またちょっと付随するような話なんですけど、はい、タレイカに効果的なエビあーだんだんいいところついてきましたねついてきましたねズバリ言いましょう、はい、今回発売されるエビ球もそうなんですけども、うん、エビ球ってね、ダバーついてるじゃないですか、はい、で、フットじゃない、ハンドなんですよね2つついてるんですよね、ここに今までのパタパタとかでしたら後ろにね、こういう風に振れる状態なんですよ、うん、でも今回のエビ球横に出てる、ロビ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 ロってです、水が横へのまともなやつが変わってきてすっごいナチュラルにこのラバースカートがボディに沿うような感じでエビの足バーンで、あれがボトムつくんですよボトムついた時にラバースカートがバッと広がるんでボトムついた瞬間にアオリカのスイッチが入ってドーンっていうことが多いですなるほどそしたらライン吹けましたって吹けた瞬間が一番のあいつらのキーポイントとか、まあやっぱりもうよく言われるこのパタパタですパタパタですね、こちらですねこいつらもやっぱり操作方法で言ったらスローな展開ができるんですよ、うん、そうですねスローな釣りができるっていうのが一番やっぱり春の大型のアオリイカ釣るには最強なるほど間違いない、うん、でもやっぱり4キロ釣ってる時のエギって言ったら僕ら L 級っていうのがああ L 級、うん、あれダート系のエギなんですああですよねですけども水深があってしかも潮がある程度グッと効いてたんですよその時はその僕もシャクリを見てもらってあの時のやつに出されてたんですよ1秒に1回のシャクリを3回とか4回水の抵抗とその潮の抵抗とその水深とで1秒に1回のやつやると移動距離がめっちゃ抑えられてるんですダート系のエンジン距離がとかですよねだから抑えて抑えての釣りができるっていうので大型ニカがずっと見失わない状態でこうつ、はい、ついてこれるなるほどで最終的にはもうあー我慢的にドーンバーンチーンみたいなドンバンチードンバンチーえ兄弟ドンバンジー行きました2人兄弟ドンバンジー2キロ以上行ったらうちでもドンバンジードンバンジーいやもう終わらないからもう気締めないと思うまだね質問あったんですけどちょっとねお客さんがいっぱいいらっしゃるんで、はい、あんまりね時間 ね、もう取っちゃうと申し訳ないんで、はい、ここら辺で、はいはい、質問コーナー終わりたいと思います終わりだと思います。ユウさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。またねーはーい。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。帰ってきた。帰ってきたねー。疲れたねー。疲れたー。運転全部俺らにさせた。疲れた。え？行きも帰りも全部俺にさせたやないかい。座った時きつかんねー。そうない。いや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 、なんか貴重な話も聞けて。聞けたですね、はい、本当に。よかったです、すごく、うんうん、あ、やっぱ違うね、コメントが。もう深いのよ、うん、もう話がね、深場グリーンなのよ、うん、わぁ、また疲れ出した。勉強になった話とかありました？なんか参考にしようみたいな。やっぱ、春以下の誘い方とかですけどね。うん、僕はもう、池内さんのあのテンションはもう、プロ意識、うん、いやいやいやあそこまで行かないと僕はもうやっぱ DL の釣りの話をしたいのよ、ノリの話じゃなくて立て込み方でしょ、動画の立て込み方演者の話はいらないまあでも我々が釣りの話したってねだってねまあ貴重な話聞けたんで、うん、今回、うん、そうそうそう味神さんもうん、味神さんもおめでとうございます、本当にね、1万人、はい、1万人っていうことで、うん、はい、おめでとうございますありがとうございます、本当におめでとうございますまあぜひね、皆さん参考になったよって方はね、うんチャンネル登録、高評価、うん、ベルマーク、まあ通知ボタンですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。